サワディカー、みなさんこんにちは、レコミョーン。今回もまだまだチェンマイ県にいます。サワディちゃん。で、今日はまず癒してもらいたいから三軍弁温泉に来ています。わー、もう知ってる方が多いかもしれないんですけど、チェンマイ県にはいくつか有名な温泉があります。天然温泉ね。で、ここは一番有名なところです。三軍弁温泉、私が初めて温泉に入ったのが新潟の高校に留学した時でした。そう、タイじゃなくて日本で初めてだったんですよ。でもまさか自分のふるさとにもこんなにたくさん温泉があるなんて知らなかったですね、当時は。近くで見てみましょう。おお、温泉の香りですよ。箱根の香りみたいです。近くで見てみましょう。うわお、一番有名ですから、ちゃんとした施設になってて、どちらかというと温泉テーマパークみたいですね。いろいろできるみたいんで、じゃあ皆さん一緒にタイの温泉楽しみましょう。ここ初めてですけど、入ってみて思ったより広くてびっくりしましたよ。温泉卵のやり方も教えてくれてますね。何分入れたらどんな効果になるかはちょっと書いてあるから分かりやすくていいですね。皆さんはどんな感じの温泉卵が好きですか？こんな感じと、これとこれがいいかな。で、あそこから温泉が流れてきて足湯になっていきます。この時点で50度から55度くらいまでですね。まだ暑い。向こう行けばね、ちょっとぬるくなるかも。行ってみましょう。早く来ちゃったからまだまだ人少なくていい。撮影しやすい。この辺がいいかな。この辺は45度から50度くらい。大丈夫ですかね。慣れてないからね、久しぶりすぎて。温泉は足湯から試してみたいと思います。足湯からね。足湯じゃなくて指で刺してみます。おお、あっちあっち、まだあっち、もうまだ無理だ、無理。レーベルになってて、ここは真ん中くらい。一番ぬるいは向こうなの。だから最初はね、ぬるい方がいいな。雰囲気めっちゃいいですね。ここ良さそう。じゃあ早速足だけ入ってみたいと思います。ちょっとぬるくなりましたね。まだ暑いけど、うん、暑い。一緒に入る気分になりましょう。暑いな、やっぱタイにいるから。無理、まだ無理、まだ無理、無理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 。少しずつ慣れてきました。気持ちいいですね。温泉足をつけた瞬間、ぬるぬるしてるって、これ温泉だなって本当に実感しましたよ。ただの水じゃないって。足湯の方は自由に入れます。入り口のところに40バーツ入場料を払って、で、自由に入浴できます、足湯は。次は、温泉卵用の卵を買いましょう。これ、サンゴで20バーツ、これで40バーツ、これ6個で。みんなは、ノイスを楽かんなか。で、卵ゲット。私は8分ぐらいが好きだから、今9時33分で待ちましょう。A few moments later. はい、もう時間になったので早速撮りましょう。しました、うん、楽しみだ。久しぶり温泉卵。おお、寝てますよ。後で掃除します。ブル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 。まだ完全に固まってないから、スプーンで食べますね。あ、後でちゃんと掃除しますからね。美味しそう。
幸せです。私はとっても幸せです。タイでも天然温泉で温泉卵が作れるなんて、あーこの具合が好きですよ私。使った卵用のカゴはここで回収します。タイムパーティーサービスもありますね。いいですね。時間があるときにまた来たいな。個室で入浴できる温泉と温泉プールもあるみたいんですよ。グループで入浴できる貸し切りの大浴場もあって、あと個室はこちらですね。こちらは全部脱いで日本式で入浴します。個室というより家ごとに分かれてるんじゃないですか。すごいリゾートみたい。温泉の次は名漢方村に来ました。最近話題のホームステイ村です。でこちらは Wat名漢方村の唯一のお寺なんです。ここからスタートして村を散歩してみたいと思います。行きましょう。お寺には駐車場がありますので、よく観光客がここで車止めてここからスタートすることが多いんです。せっかくだからみんなももし来たらお寺にもお参りしてから行きましょう。見どころもたくさんですよ。神波さん、中さんです。そして仏塔の中の仏像様ね、サプタウェイちゃん、こちらもプラダオタンジャイです。すぐに叶えてくれるそうですよ。願い事をしてみましょう。あ、お寺の正式の名前がカンタープリクサーですね。ワットカンタープリクサーです。みんなも幸せになろう。本堂がここだけじゃなくて、もう一つ見どころの本堂がありますよ。を降りて下へ行くとまだまだ、こちらは花雲の真ん中に建てられた本堂です。この建物の名前はナチーお坊さんかな。涼しくていい眺めで水の流れの音も聞こえます。いいですね。これで心も体も休めそう。お寺が好きな人にはおすすめですよ。寒い時期になると観光客でいっぱいらしいんですよ。とても大人気です。でも私初めてです。皆さんあんまりね、チェンマイに来るとチェンマイ市内とかチェンダオあたりに行くことが多いから、あんまり別方面行くことがなかったですね。嬉しい、ワクワク。結構坂道が続きますね。これだと歩きやすい靴で来た方がおすすめします。結構急な坂です。このぐらいの、頑張るぞ。ホテル、ホームステイ、カフェ、レストランが多いですね。あと空いてるって看板よく見かけるから予約なしで大丈夫でしょうね。やっぱちょっと疲れます。カフェで一休みます。坂道が多いから結構歩くの大変だったんだけど、綺麗な景色が見れるし美味しいコーヒーも飲めたからゆっくりできました。今日は平日だからあまり人がいなくて静かで、リラックスしたい人はおすすめです。最後に記念に買い物します。お買い物はロッテリーです。宝くじです。お、ちょうどね、欲しい数字が頭の中に入ってて、で、見た瞬間見つけちゃったの。これは奇跡じゃないですか。これからは私はお金持ちになります。
そこっぽいんだけど、もう街で来ても大丈夫ですよね、これ。かわいい。ハットカラーがかわいいから、どれにするかな。ワンピースタイプと、トップスタイプ。どっち？どっちもって言わないでよ。一枚だけ。帽子のセットもありますよ。かわいい。どうしよう。レッドもいいですね、赤。買っちゃおう。タイの北地方の衣装は安くて可愛いものがいっぱいあるから、もし来る機会がありましたらみんな買って、その場で来て写真いっぱい撮ってね。今日のお昼です。ヘルシーに見えますよね。あ、ちょっと一つ揚げ物ありますけど、チェンマイの新鮮の野菜のメニューがたくさんある。โครงการหลวงห้วยตีนตรงเรสตอรองเดโครงการหลวงตัวรอยยาลูโปรเจกต์のことです。はい、では早速食べてみます。全部美味しそう、迷っちゃいますね。サラダですね。これはナンプリッカースパイシーペーストで、あえ物がたくさん。そしてこちらはマッシュルームの天ぷらです。どれからかな。いただきます。スパイシーペースト、少しだけつけただけでちゃんと辛い味が出てます。そしてクリスピーポークとよく合いますよ。次は天ぷら。ちょっと手で失礼します。かき揚げみたいじゃないですか、これ。かき揚げみたいで、ソースが辛そう。ちょっとソンタンっぽいんだけど、あのね、脂っこさを消してくれる。これいいと思いますよ。次はサラダね。サラダ、わー、美味しそう。野菜と果物が入ってます。わお。これキャンタループね。これ美味しい。これさえあれば何でも美味しいサラダになれる。ずっと前から行きたかったお寺に来ています。こちらも歴史のあるお寺です。ワット・プラタード・エスケット。後ろの仏塔はプラタード・エスケットと言って、中に仏様の遺骨、ここの場合は髪の毛が収められています。こちらはプラタードの正面です。ここで祈りをして、その後は左から3周回るとラッキーになると言われています。そして仏塔の中に入ってみるとこんな感じになります。前の仏塔が中にあります。まだ見どころがありますよ。あそこの大仏プラチャカパッド言うんですけど、タイ国内でプラチャカパッドで一番大きいそうですよ。近くで見に行くと思います。行きましょう。プラチャカパッドはすぐそこです。あ、ちょっと一休み。さっきのお坊さんに聞いたんだけど、全部で上まで階段200回ぐらいです。もっと運動困らなきゃ。やっと上に着きました。皆さん見てください、ラーチャカパッドが近くで見れますよ。綺麗。上までお参りできてよかった。あとは景色も綺麗に見えるし、皆さんぜひ来てみてくださいね。おすすめです。別の温泉に来ました。いくつかあるので全部回りたいな。サングペン温泉ほど有名じゃないけど、これからは人気が出るはずところです。こちらです、ドイサケット温泉。あ、ちなみにこれただの噴水です。まだ温泉じゃない。温泉は向こうです。行ってみよう。
まずはインフォメーションセンターで情報を見てみましょう。いろいろできるみたいんですよ。 VIP 個室、マッサージ、プールもありますよ。プール、温泉プール、あとね、タオルと、まあ、トップスと半ズボンのレンタルもできるし、だからここも手ぶらで来れます。いいですね。あ、ちなみに足湯は無料なので後で入りましょう。あ、そうはピーカー、ガイドさん、ガイドさんなの、の知らないの。こんにちは、シューサキヨハ。サキヨちゃんお願いします、ご案内。オッケー、レナムレロッパ。かわいいのガイドさんがいるの、いいね。こちらはマッサージルームでして、余力なしで入れるよね。何？わないろ。こちらはですね、貸し切りで家族グループで入浴できます。ピコ、コビル、ホンナイデミカ？ない。ないろ、カホンナイダイロ。なんか見てみましょう。深いですよね。あー、ぬるいね、ぬるい。ぬるいでも一応温泉です。触ったらすぐわかる。あー、本当はね、ここが、ここから上だったの。ここが上だった。うん、おーい、ワンマークや。それで、ここで体洗いますね。何こんなんだい。小さい方、大きい方の大浴場ですね。何十人も入れるそうです。ここはまだ、工事中ですね。これからが楽しみだ、ここ。有名になる前に、いっぱい入っておきたいな。カフェですね、コーヒーショップ。わお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 。温泉でコーヒーが飲みたい方はぜひここで買ってみてください。温泉だけじゃなくて、いろいろ買い物もお菓子も、まあご飯を楽しめるから皆さんしてみてください。ありがとう、来てください。ありがとう、またね。こんにちは。この辺りの足湯は誰もいないし、ぬるいって看板があったから早速入ってみたいと思います。向こうが暑い、ここがぬるい。ドキドキするわ。あ、ぬるいぬるいぬるい。あー、でもそこまでぬるくないな。でも入ってすぐにわかる温泉です。ぬるぬるな感じがします。ちょっと汗出てきた。でもいい汗ですね。まだまだ行きたいタイの温泉がいっぱいあります。もし行くことになったら動画を撮ってみんなにも紹介したいと思います。ぜひ応援お願いします。チアンマイの旅はまだまだ続きます。次の動画も楽しみにしてください。じゃあ最後にチャンネル登録、いいね、シェアもお願いします。また次の動画で会いましょう。แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ。またね。ขอบคุณเจ้า。